2020年2月29日土曜日、武田塾採用説明会を実施します。生徒の人生を武田塾で一緒に変えましょう。皆様のご応募お待ちしてます。詳しくは概要欄から。武田塾教務長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。中森先生に卒業式でサプライズ登場してほしいです。なるほどね、ありがとうございます、まあ、お呼びいただければ機会があれば参加させてもらいたいと思うんですけど、僕ででも誰やって話になりそうな気がするんであれですかね。まあでもね、なんかこう卒業式みたいなの動画で一回撮っても面白いかもしれないですね。今年の受験お疲れ様でしたみたいなのね、こう一回やるみたいなのがやれればいいかもね。はい。高1で高校を中退しようと考えてます。中退しても努力次第で上位国立や、有名私立大学には合格できると思いますか？はい、全然それはできると思います。ただやっぱりそのしんどい部分としては、やっぱりその自分で結構自分自身を律していかなきゃいけないっていう点ですかね。まあこれに関してはその別に高校を辞めるとかじゃなくても、非進学校に行ったケースなんかでも同じだとは思うんですけど、やっぱその周りが勉強してるっていう環境がない以上は、自分自身が頑張っていかないと、やっぱこうね、焦りとかね、こう負けないようにっていうのがないんで、そこはちょっとね、あの人よりね、モチベーションとかの部分の維持に関しては頑張んなきゃいけないところあると思うんで、まあしっかりやっていかなきゃいけないかなと思います。まあただね、別に学校辞めたら他のとこ通っちゃいけないみたいなことはないから、例えばその、まあ、武田塾に受験相談行って、まあ、もし必要なら通ってもらったりとか、あるいはね、どっかそのそういう、他に通いたいとこあればそこで管理してもらってやっていくとかね、しっかりやっていければいいんじゃないかなと思います。だからまあ辞めること自体はそれそのものは全然実力とかには関係ないから、結局やるべきことやっていけば全然受かると思うんで、まあ気にしなくて大丈夫かなと思います。ぜひね、頑張ってください。勉強のやる気を出す方法を教えてください。結果を出すことですね。うん、結果出すような勉強を1日単位でやることがまず大事だと思います。まあやっぱりそのね、やっててもこう報われないんじゃないかとか、ずっと同じことやっててこう進歩が感じられないとかだと大変だと思うんで、例えば英単語一つ取っても、ただ眺めててとか書いてってだけだとこうリターン感じられないと思うんだけど、まあ武田塾のやり方でやってるように、例えば1日50個なり100個決めて、そのやり方ちゃんとあのやってって、その日のうちに例えば初見だと50個中20個しか当たんなかったのが、しっかりやり方守ってやったら45個当たるようになったみたいな、この達成感が一日で味わえればだいぶ変わってくると思うんですよね。で、それを積み上げていくと失うのが怖くなってくるんですよ。なので必死にやろうっていう形にもなってくるので、まずね、結果出す勉強、まあ、数学とか英語とかね、どれでもそうだけど、まあ、しっかりやった以上はどういうことできるようになりたいのかな、でそれがどれだけできるようになったのかなってことをちゃんとね、分かるような勉強をしていくのが大事だと思います。はい。武田塾のお茶の水本校に入りたいのですが、生徒の定員オーバーとかで他の校舎に回されちゃったりするんですが、それは基本的にはないけど、本当にめちゃめちゃ一つの校舎に集中したら、ひょっとしたら、起こるかもしれないですね。実際その生徒がいっぱいになって、ちょっと今年はこの校舎は募集を締め切ってますっていうのが発生した校舎もあったりはするので、極力、そちらは起こらないように、まあ、なんとかね、頑張っていきたいとは思うんですが、まあね、そこをちょっともし不安なようであれば、事前に受験相談しっかり聞いていただいてですね、今入れますかっていうのをね、聞いてもらえればと思います。少なくともお茶の水がでも今のところ募集人員いっぱいなんで締め切りましたってことが発生したことはないですね。はい。武田塾のセンター試験のルートは改定しないんですか？しますよ、全部。うん。共通テスト用に、切り替えていきますが、ただ、共通テスト用の対策問題集とかまだまだ全然出揃ってない状況ではあるので、今の時点では、基本的には日大レベルの関数で上げるってことを優先してくださいって話で、まあ、新ルートの日大レベルとかを、まあ、提案していくかなっていうふうに思います。まあね、旧ルートだとセンターの過去問とかもルートに入ってたと思うんですけど、この辺りは全部一旦カットして、まあね、共通テスト用の対策問題集後で追加できるような形でルートは、作っています。はい、といった感じですね。今回は以上です。武田塾お茶の水本校、はい、合格実績が高いんですけども、はい、実際受かってるんですか？どうなんですか？実際結構受かってます。はいはい。実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります。はいはい。私が校舎長として掲げたいテーマとしては、生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。
それでは武田塾お茶の水本校行ってみましょう。